それでは学習に行ってみたいと思います。今日の長文は会話長文、その中にある空小10問題4問、これを一緒に頑張りましょう。サミさん、こちら設問の指示の一読をお願いします。で、皆さん、このあたりで何かピンときますでしょうか。これはいろんな動画でお伝えはしているんですが、設問に絡む内容ですね、もしくは正解につながるヒント、そこには対比がよく出てきますよというお話をいろんなところでさせていただいております。ですので今回もまだ説明文を読んでる段階ですが、 different、 もちろん登場人物のゲンさんとユナさん、この2人が違うプログラムに参加してたんですね。そうです、ゲンさんとユナさんは違う、異なるということですから対比ですから、留学の内容もおそらく対比、それを頭の中に入れて、さあこちらからいきますね。サミさん、設問が絡むのはここからなんですが、まずは見えてるところ一読をお願いします。サミさん、この空所 X と Y に入るもの、それを皆さんこのあたりの選択肢の中に選ぶという問題でございます。ひとまず皆さん、設問の指示がこれでございますので、ここの部分の一読をお願いします。サミさん、選択肢全体像でございます。で、この中から空所 X と Y に入れるもの、一つずつ選んでいくんですが、皆さん、この Y の方から先に決めた方が分かりやすいかと思いますので、まずは Y の検討をお願いします。すみません、なぜ空所 Y の方から先に検討した方が分かりやすいかと言ったか。その理由は皆さん、この次の It was。これが皆さん、文法的にヒントになってますよね。ですから皆さんが選んでいただいた選択肢、まずは it 単数形で受けているでしょうか。そして皆さん B 動詞ですね、なおかつ過去時制、それを皆さんが選んだ選択肢には書かれているでしょうか。さあ皆さん、選択肢の ABC、 it で受けることができるものはありそうですが、 B 動詞は使われていないですね。ですが選択肢の D、 しっかり it が使われてますよね。そして動詞のところを見ていただいてもわかるかと思いますが、マスタービーン、そうです、be 動詞が書かれてますよね。で、なおかつ助動詞プラスhave過去分詞ですから、時制は過去。で、残った選択肢の EFG ですね。そこを見ていただいても、it 単数形、なおかつ be 動詞過去時制、そういう表現がなさそうですね。ですから正解は D。で、皆さん、本文 was という B 動詞の右側に保護がないですが、それは選択肢の D のこの tough ですよね。それが皆さん省略されているだけというふうに考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所 X でございます。残りの選択肢の中から検討をお願いします。さあ皆さん、ダメそうなものから一つ一ついきますね。まず皆さん、 really? マジですかという反応とつながらないものが2つありますよね。その1つ目は A。皆さん、ファットで始まってる疑問文になってますよね。最も寂しく思うのは何ですか？マジで？つながらないですね。で、皆さん、同じような理由で選択肢の G。これも疑問文でございますので、really？ それとつながってこないですね。で、皆さん、続いて2点目は、皆さん、選択肢の D の It ですよね。で、それがあるということは、空欄 X には単数形、それがあるはずでございます。そうすると選択肢の B であれば、friends、複数形ですよね。で、選択肢の E も一番文末にお土産、複数形になってますよね。で、残った選択肢の C であれば、皆さん、my host family、単数形ですのでバッチリ。で、選択肢の F も the weather、単数形ですから OK。で、残った選択肢で、あとは意味を考えて選んでいただいてもよろしいでしょうし、選択肢の D の過去時制、そしてこの空欄 Y に続く文章も過去時制、そうです、過去時制で統一されているわけですから、時制の側面から判断していただいてもよろしいかと思います。で、そうすると皆さん、選択肢の C は現在時制で書かれてますよね。で、一方選択肢の F は when と過去時制で記載されております。ですから正解は F ですよね。で、皆さん、意味内容上もやっぱりうまくいきますよ。そうです、先ほどの説明文のところでもお伝えいたしましたが、ユナさんとゲンさん、
そこには対比関係が起こるはずですよね。で、どういう感じで起こってますかということですが、まずはこの源さんのところを見てくださいね。とにかくそこの大学は良かった。で、ホストファミリーも良かったし、食べ物や観光に関してもバッチリ。で、学びも得た。ですから、懐かしんでる様子が伺えますよね。で、源さんがそういう立場ということは、ユナさん。そうです。選択肢の F ですよね。皆さんも見ての通り、won't miss ということですから、否定されております。もちろん天気がダメダメだったんでしょうけどね。まあ、その天気の話は今から話が展開しますので、少々お待ちください。ポイントは対比。こちらが won't miss であれば、こちらは miss。懐かしこもってる部分とそうではない部分ですね。で、その点において、ゲンさんとユナさん考え方、意見が違っております。ですから、対比というその内容上もヒントになるかと思いますので、それを意識して次の問題に行きますね。さあ、先ほどの続きでございます。次の設問に絡んでくるのはこのあたりからですからね。まずは一読をお願いします。さあ、続いて空章1番こちらでございます。で、皆さん、説明の指示はこれですからね。まずは一読だけお願いします。さあ、皆さん、選択肢こちらでございます。一読をしていただいて、検討をお願いします。さあ、皆さん、まず、源さんはホームステイ先ですよね。で、皆さん、ホストマザーもおりますからね。で、皆さん、ユナさんはドミトリーということですから、寮生活をしておりました。ですから先ほどもコメントしましたが、皆さん対比の関係ですよね。ホームステイ先と寮生活で異なった生活環境にいるわけですから、選択肢の A、 私はそれを信じることができる、まあ、選択肢の B もそうなんですが、肯定はできないですよね。生活環境が違うわけですから、ユナさんはゲンさんに対してですね、つまりゲンさんの生活様式に対してピンとくるわけがないですよね。ですから肯定している選択肢の A と B は×で、選択肢の C か D かということですが、まずは D、 私はそれに耐えることができないかどうかはわからないですよね。寮で暮らしている人たちがホームステイ先ですよね。わかるわけがございません。ですから選択肢の C、 想像できない。そうです。生活環境が異なっているわけですから、お互いの生活は想像できるわけがないですよね。ですからこの対比関係と内容がバッチリ、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空章2番こちらでございます。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ、時制という側面から一つ絞れますので、まずは wasn't、過去時制であるというところに注目してください。で、これでダメそうなのはまず選択肢の C ですね。 will ということで未来、つまり皆さん一つの文章中に過去時制と未来時制、つまり現在時制を飛ばしちゃってますよね。ですから過去があって現在があって未来だったらいいんですが、過去から突然未来に行くことはできませんからね。で、あとは皆さん空白の右側の but が使えますね。これも先ほどから出ている対比、前後は反対ですよね。で、皆さんバットの右側見ていただきますと否定表現がございます。で、もちろんバットの前後は対比ですから、バットの右側が否定であればバットの左側は肯定になるはずですよね。で、皆さんそれで選択肢の ABD ご覧いただけると、肯定文になっている選択肢が一つだけありますよね。そうです。正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、皆さんお疲れ様でございました。先ほどの内容を振り返ってみたいと思います。皆さんタイトルをご覧くださいね。設問の根拠、ヒントとなる文書に存在する共通点ということで、対比は品質ですよね。それが説明文のところから見て取れました。解説中にもコメントしましたが、different。そうです。登場人物のゲンさんとユナさんが違ってると。ああ、対比が展開していくんだろうなというふうに想像できますよね。そして皆さん問いの X と Y、 ゲンさんが懐かしんでいるもの、それはホストファミリー、食べ物、観光でしたね。で、一方ユナさんはここが設問の答えになってましたね。まあ、天気に対してはあんまりいい印象がないんですね。ですから Miss と Won't Miss、 両者は対比の関係ですよね。もちろん解説しているときは文法的な側面でいきましたが、皆さんは試験本番中対比という側面から攻めていただいても OK です。そして問いの1番ですね。ゲンさんにはホームステイ先で、ユナさんは寮生活、そういう生活基盤の違いから、
ユーナさんのこの発言が正解でした。当然環境が違うわけですから、I can imagine that。これにつながってきますね。そして問いの2番。これも文法的な側面から解きましたが、意味内容を考えながら解いていただいても OK です。で、振り返ってみると、選択は週1回。で、それを聞いてユーナさんは楽しくなさそう。で、実際ゲンさんのこの発言が正解に絡んでました。そうでもないよ、と言っておりますので、二人の意見は対比関係。ですから今回は学習院大学を扱いましたが、大学問わず狙われるのはやっぱりこれですね。大学側は皆さんが対比が分かってますかっていうのを聞いてくるわけですから、我々があらかじめ意識しておくとバッチリですね。ということですので、参考なさってください。では、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。